ラーメンショップの元祖とされるグッドモーニングラーメンショップ店の裏手には椿食堂管理の本部がある。ラーメンショップは東京都大田区の椿食堂管理有限会社を本部として展開しているラーメン店のフランチャイズチェーンである。略称としてラーショとも呼ばれる。ラーメンショップの名称は椿食堂管理により商標登録されている。 代表的メニューのネギチャーシューラーメン加盟店に置かれた、生ニンニクの容器2014年4月時点で、本州、四国、九州に300店舗以上のラーメン店を有する、ラーメンチェーンである。ラーメンのジャンルとしては、東京豚骨ラーメンとも呼ばれる、醤油ラーメンの豚骨だしを濃厚にしたものがベースで、あり、ごま油と、熊の手と呼ばれる、 独自の調味料で調味されたネギを乗せたネギラーメンが看板メニューの一つとなっている。店舗に掲げられた赤い大きな看板がシンボルとなっている。看板には赤字に白字でラーメンショップと書かれ、基本的にはその左右にうまいと書かれている。東京都大田区羽田の椿食堂が最初にラーメンショップという名前を使い始めたとされる。早朝営業。 一点、ワンマン方式であり、ネギラーメンを中心とする独自の味とメニュー、昼食時にはライスを無料サービスする商法が特徴である。フランチャイズとしては、加盟転換における統一性は、さほど強くなく、個人経営店の緩やかな連合体といった性格を持つ。本部からは、豚骨醤油の作り方のノウハウと、麺、タレ、丼鉢のみが提供されるという。 店舗のメニューの自由度は相当のもので、ほとんど居酒屋のような店、デカ盛りや激辛にこだわる店もある。他のフランチャイズチェーン店のような公式ウェブサイトは存在しないが、独自に公式サイトを作成している店舗もある。また、本部とされる椿食堂管理は創業者の意向により、開業以来取材には一切応じていない。 掘り切り店の店主が、リクルート社の、ホットペッパーグルメウェブマガジン、メシ通の取材に答えたところによると、フランチャイズチェーンでありながら、売り上げにかかるロイヤルティが発生しないが、本部から仕入れる、食材等に、その相当額が含まれており、これにより、ラーメンショップを名乗ることができる仕組みになっているのでは、ないかと述べている。椿食堂管理グループが本部となり、ここで、 麺やスープの素調味料、生、ニンニクなどの食材が製造されているが、すべての店舗が、本部から、すべての食材を購入する義務はない。椿食堂管理製造の生ニンニクの容器には、椿食堂管理の本部の住所と電話番号が表記、されており、グッドモーニングラーメンショップの場所とも一致する。椿食堂管理の調味料を使用する店舗は、 ファンの間で、椿系と呼ばれている。一部の分析では、食材の本部からの仕入れすらも強制ではないとも伝わるが、当の椿食堂が取材に応じないため真相は明らかになっていない。一方、食材の本部からの仕入れが強制ではないと言っても、一部調味料は、ラーメンショップ特有の味を出すために必須であるため、店舗側が積極的に購入するという。 家系ラーメンの元祖である吉村家の創業者である吉村実は平和党の景品トラックターミナルにあったラーメンショップで働き半年でノウハウを身につけたこのことからラーメン評論家の石上秀幸は家系ラーメンのルーツはラーメンショップであると述べている福島県においては郡山市の有限会社浅香商事による提携チェーン 椿ラーメンショップが経営を行っている。福島県内では当初、椿食堂管理の千葉工場から材料を運んできていたが、自給自足体制を整え、福島県内で材料を調達するようになった。なお、椿ラーメンショップは、朝霞商事により商標登録されている。元力士のこと正義区和弘は、 佐渡が学部屋に入門した時から近くのラーメンショップ、串崎南店が馴染みの店であり、注文はいつもネギラーメンと餃子二皿と卵と決まっている。ありがとうございます。